ありがとうだね。せーの、はい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんですゆかすん夫婦です。じゃあ今日は何を話すんですか、うちら。はい、今日は、はい、日本に行って、うん、こういうのは、うん、いい加減にしこうやってすんのはいい加減にし、なんていうか、最近、うん、韓国人がいっぱいすごい日本に旅行行って、多いよね。うん、多いんで、多いんだよね。絶対するのあるじゃん。まあ絶対、そうね、絶対っていうか、まあ大体うちらが見て、うわでもあれ、韓国の男性の多めやろ、それは。そう、もちろんもちろん、ね、もしかしたらあの女性の方に当てはまらないかもしれないけど、初めて日本に行って、そうそう、絶対あるある、うん、の方たちがちょっとこれやめた方がいいよって思うことを今日はご紹介したいと思います、はい、皆さんこれに気をつけて日本旅行すれば OK です。はい、それでは一つ目は、はい、日本に行って日本の謙遜をもらってもってさ、道頓堀に絶対こういう感じの男いるの絶対いる。じゃあ、はい、見てみましょう、はい、いい加減にせはぁ、あ、ちょっとあの女たちはきっと私のこと見てるんだね。今日は好きなとこ行っちゃうかな今日は何でもいいさあなたの悲しみさえあなたの悲しみさえやるやんな、絶対ある。なんでかな、なんでそういうことになるかな、男って。だからやっぱりさ、はい、まあ、どこの国に行ってもそうだけど、最初の旅行ってすごい謙遜、謙遜、あなたの謙遜、伊藤ジーニか。まあわかるけどね、あの仲間の、うちらの仲間のその謙遜はわかるけど、ちょっとね、いい加減にしそれもういい加減にしてくれよ。もう私も最初はそうだったけど先輩って感じで、やってしまったっていう皆さんは、うん、すんちゃんもそういう経験あるから、まあ、あると思うよ。あ、大丈夫、成長中、やっても大丈夫、成長の。でもね、いかげにしじゃあ2個目、2個目、はい、あの日本のレストランとか、なんか寿司屋さんとか、うん、いろんななんか食べるものとこ行って、うん、日本語は話せないの。でも日本に行く前になんかちょっと本読んでさ、なんか食事するとこ行って今日のおすすめは何ですかとか、すごいあの日本のレストランの中で今もうちょっと本後ろでちょっと見てさとシェフに話すんだ。すごい初めてだから自信持って、すいませんそこはいいので、今日のおすすめは何ですかって言って、って言ったらどうすんの。今日はね、美味しいお魚入ってるから、このブリの照り焼きとか美味しいですよ。来た時に絶対わかんないじゃん、うん、でも今日のおすすめは何ですかって言ったら絶対みんなこうなるじゃんはい、こういう感じになるんだね。そうだね、すごいわかる。でも私も経験ある、これは。本当にチュチャンっていう、だからおすすめって使いたくて、あ、チュチャンもええよ、まあ、いるんご変なんで、そんなこ答えはわかんないからってなる私は仲間たちらがそうやって言うのはいいの、うん、でもね、すごい高いのおすすめしたらどうすんの、それが心配なの。そうだ、ね、だ男だから、あ、じゃあそれでとか、はい、お願いしますとか言うてさ、すごい高いの、なんか後でね、うん、シーチキンとかさ。何シーチキン、チャンプチキン、マグロな、やばい、シーチキンいきなり言われてマグロな、なんでシーチキン舐めとんない、舐めとんないすごい高いのマグロをおすすめして、ね、分かんなくて、でも言ったから、うん、じゃあお願いしますって言って、うん、後で会計して、確かに大トロとか、なんかそうだね、私厄介あんの、あんの、どこで、だからあのお寿司屋さん、そう、結構イケてるお寿司屋さん、お寿司屋さんいて
一皿で3000円やつ、うん、頼んだの。それ一口で3000円。そういう感じで食べたの？気をつけてください。そう、 そうだね、そういうことがあるから、まあ失敗して学んでくけどさ、でも気をつけてください。自分をあんまり信じないでね。漫画とかねえ、A だけ見た、あ、それで勉強していって、そう、そういう単語は出ないからね。あなたが知ってるその単語は出ないよ。本当に出ないからね。次3個目。そうですね、これ絶対あるの。私も経験あって、うん、まあ話します。初めて日本に行って一人で、うんうん、で迷っちゃった、迷っちゃったのすごい忘れて、うんうん、どこか分かんなくて、ちょっとパーって優しい感じのなんか女の子、うんうんうん、で、あ、声かけた。そう、声かけて、うんうん、すみません、うん、excuse me、 excuse me、 言われてって言って、はい、え、ここ I don't know how to go。 悪さ、こっからいい加減にし。すみません、どうやって行くんですかね、ここ。僕じゃあ私通り道だから一緒に行きますか。え、連れてってあげますよ。本当ですか。全然、あの、行く道なんで大丈夫で。で、こうやって、うん、あ、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あの、あそこ行ってすぐ曲がったら着く。なんでなんだろう。で、もうここ私の中のナレーションね、うんうん、私のナレーション、うん、え、これシャララララかな。私のこと好きじゃないかな。なんか初めて韓国、日本来てさ、うん、優しい、そうそうそう、あ、助けて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 、ね、そうそう、絶対ドキドキするのね、うんうん、で、それまた間違って、そうだね、本当にいい加減にし。道を教えてあげるとかっていうのは、分かんない、どこの国の人もそうだと思うけど、日本人、私は女性としては全くその行為とかには関係ないから、本当に助けてあげたいし、行く道だから、あ、じゃあぜひみたいな感じだから、そこでちょっとデヘデヘしないように、私みたいにちょっとこれダメダメ、ダメ、うん、人生はそんなもんなの。無理なのね、正直。うちらには無理なの。それで発展するパターンもあると思うけど、あ、ある、もちろんあるけど、あるけど、でもなんか99部分、そう、99はない。はい、はい、次、はい、4つ目、はい、あと絶対日本に行って、うん、このお湯を写真撮って載せんのみたいな。いいんだけどさ、いい加減にし。イルポンヨヘンカソフユチュンコリルンサラン。そうなのね、日本のそのケムソンはなんで、ケムソンがね、独特だから ね、私も前それだったからね、うん、次5個目。5個目、日本に行って、うん、いや、まあまあ日本語わかんなくて、うん、ありがとうとかね、うん、言うのはいいの、うん、いいんだけど、うん、これとかいいんだけど、うん、こ、まあちょっと敬語ね、そっか、ちょっとやった方がいいと思うよ、ちょっと、あ、お、大丈夫、ありがとうございますね、ございます、絶対つけて、ございます、ございます、あとこれですとか、うん、ございます、あのね、ございますとかね、ですをつけたがいいんだからね。逆に、うんうん、もし韓国でうちらが、うんうん、韓国によく来て、ごまおとか、なんかおばさんにごまおとか言う、なんか外人見たら、ね、あ、なんでごまお、ごまおよとか思ったことあるやろ。確かに、うん、それと同じなの、だから、うん、簡単の結構だけど、いいんだよ、いいんだけど、しかも、うん、どこの国の人も海外から来て敬語が使えなくても、でも、あ、海外から来た方だからって理解はするんだけど、そうそう、でも、まあ、努力はしてもいいかなと思います、うん、もっといいマナー、家そうだね、を持ってる旅行者になりましょう、しら、やるじゃないか、うん、ジェントルメンになりましょう、仲間たちら。顔もダメだからね。顔もダメだったら目のマナーを持ちましょう、とか、ちょっといい感じの人になろう。そうだね、後ろでこうじゃなくてさ、確かに後ろでじゃなくてさ、自分が最初にいい感じになろう。次、6個目。6個目、まあこれはちょっと真剣にいい加減にしてほしいとかかな、うん、
あのまあ日本にいて、はい、例えば女の子と、うん、まあうまくなんかいけて、はい、女の子となんか酒飲むことになりました、はい、でもその時絶対男たちらはんとやなんかんしたくてさその日頑張るのはいいんだけどね、うん、でもねちょっと我慢しようぜ長く行こうちら、うん、なんかその日だからまあまあ200しか短いのはわかるけどそれ我慢したらいい友達になるよそうだね、うん、そうだねだからこの間の私たちが上げた動画のコメントにも、はい、なんか飲むつんっていうのがすごいあのコメントにあったんだけど、はい、そのワードがあることすら分かんなかったのねだから今多分日本に来てる、まあ、韓国の方とかでそういうふうにこう女の子を利用するようなそういうのが多いんじゃないだから多分そういうワードが作られたと思うけどちょっとね分かるよわかるけど楽しみたいのもわかるしきっと OK する女の子もいっぱいいるからそうなってると思うんだけどまあもうちょっともうちょっとこう別の楽しみ方っていうか本当にそうじゃなくてもいい人とか友達になれる人とかいっぱいいるからそれ目的で会わなくてもいいかなとは思いますもっと自分を大切にして相手を大切にしてあげてほしいなと思いましたはい本当にその時頑張ったらもっと増えるよもっとチャンスが多くなるしそうだね、うん、長く生きるよ本当にその日だけやるなんか嫌なことしてやったらその日に終わっちゃうのね、うん、そう終わっちゃうパターンいっぱいあるじゃんでもその日頑張って待ってたらもっと後でええことあるからねはあ本当にねにこれはねいやちょっとまあ人によって違うしね、うん、それはまあ うちらも何とも言えないけど確かに一応うちらの仲間たちらは長く日本の友達をいっぱい作って、うん、いい人になる感じではい、はい、そうだね、うん、そうなんか軽く考えて軽い行動に走らないでほしいなとは思いました、うん、まあ手組みていっぱい考えたしうちらもね日韓カップルとして YouTube やってるから日本と韓国をいい感じにつなぎたいじゃんそうそうそうでもなんかそれをこう悪く利用する人がいないでほしいなっていう純粋な私たちの思いです、まあ、だから日本に行って楽しむのもいいし、うん、いいんだけど一応マナーそうだ、ね、エティケットなんていうかそういうのを、うん、ちゃんとしたらそれが戻ってくるの、うん、うちらが海外行って変なことしたら本当に変な国になるよしようぜそれは本当どこの国でも同じことだと思うからそうですよマナーを持って、うん、人と人としてお互いに、お互いに見て韓国もそうだし日本もそうだしそう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 お互いに、ねいい関係というかいい旅行をしていただけると嬉しいなと思いました、はい、今日は結構ね、はい、どうですかこういう話いやすごい、はい、あるあるもいっぱいあったしもうだし私が経験したこともあったしうんそうだし最近ちょっとこうイシューになってることにも触れることができてよかったと思いますはいどうですか私もこれからこれからもすごいもっとあるあるあるけどちょっと今回は軽くなんかちょっと試してみたの、はい、皆さんにそうだね、はい、だから、まあ、こういうシリーズも後々撮っていけたらなと思います、うんうん、あとあのテクとかでいろいろなんかあこれやってほしいこういうのいいんじゃないですかそういうのもちょっとやってくださいなうちらが見てちょっとすごい考えてやってみますから、ね、はい、はい、お願いしますありがとうございます今日も、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございま す,、はいいますはい、インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いしますお願いしますはいそれでは次の動画で会いましょうバイバーイ안녕안녕